安倍晋太郎、安倍晋太郎、安倍晋太郎、1924年、大正13年4月29日から1991年、平成3年5月15日は、日本の政治家。衆議院議員、農林大臣、官房長官、通産大臣、外務大臣、自民党国対委員長、自民党政調会長、自民党総務会長、自民党幹事長を歴任。 衆議院議員の安倍博士の長男、学府に内閣総理大臣の岸信介、義理の叔父は内閣総理大臣の佐藤栄作、次男は内閣総理大臣の安倍晋三である。政界のプリンスと呼ばれ、竹下登、宮沢貴一と並び、ニューリーダーの一人に数えられて将来を職望された。派閥の領収となり、総理総裁を確実視されるまでに至ったが、 それを目前にして病死。悲運のプリンスと呼ばれた。政治家、安倍博士、静子夫妻の長男として、東京に生まれる。博士とは、誕生日が同じである。生後感もなく、郷里の山口に戻り、幼少期を過ごす。山口県大津郡日置村。後に、湯谷町に分割源長都市の安倍家は、江戸時代、王将屋を務め、酒屋、醤油の醸造業を営み、やがて、 大津群切手の名家として知られるようになり、明治以降は、慎太郎の王子、安倍慎太郎や、父、安倍博士が、地元の名手として、山口県議会議員や、衆議院議員を務めるようになった家柄である。慎太郎が生まれて80日後に両親が離婚した、旧西山口中学校、現山口県立山口高等学校に進学。母親の再婚を知り、上京して、 巨匠を探すも、再会は叶わなかった。一年間浪人した後、1943年、昭和18年に、岡山県の第六高等学校、現在の岡山大学に入学。翌年9月、わずか1年半で繰り上げ卒業となり、東京帝国大学に推薦入学する。同時に、海軍志賀航空隊に予備学生として入隊。 太平洋戦争終結後、解消された東京大学法学部に、復学、1949年、昭和24年に卒業し、毎日新聞社に入社。その間、1946年、昭和21年1月29日、父官が心臓麻痺で倒れ、翌年には、育ての親とも言える大場義が死去した。1951年、昭和26年、 岸信介の長女、陽子と結婚し、1956年、昭和31年、岸が石橋丹山内閣の外相として入閣したのを機に、毎日新聞を退職し、外務大臣秘書官となって、岸に仕えた。岸内閣が成立すると、内閣総理大臣秘書官に就任。外相秘書官になった頃から、総選挙に出馬を考えていたが、岸も、 岸の実定の佐藤栄作も、時期尚早と反対する中、岸に迷惑がかかるなら、妻を離縁してでもと決意し、1958年、昭和33年の第28回衆議院議員総選挙に、郷里の旧山口一区から自民党公認も得て、出馬2位で初当選する。この時の総選挙では、竹下登金丸真が初当選しており、 新人時代からの名友関係が、後の安武同盟まで繋がった。1963年、昭和38年の第30回衆議院議員総選挙では落選し、支持母体流動化など選挙区の情勢から政界への復帰が危ぶまれていたが、2回連続落選しては、復活の目途が立たなくなるため、義父である、岸信介、元首相及び叔父である。 佐藤栄作首相二人から異例の仲介がなされ、同選挙区選出議員で地盤も重なる吉田茂直系の大物議員周東英雄の後援会長を務めていた山口県水産業界重鎮藤本万次郎を後援会長に迎えることによって1967年昭和42年の第31回衆議院議員総選挙で衆議院議員に返り咲いた。このため、 衆党が政界引退する演員となった。以降、安倍は死去するまで連続当選を続け、地盤は次男の安倍晋三へと引き継がれた。選挙区講演会の集会においては、藤本万次郎さんは私にとって、かけがえのない恩人でありますとの一説を必ず演説に盛り込み、強度に恩を返すためにも、日本の舵取りを目指す所存でありますと占めるのが常であった。 本籍地が、熊毛郡田伏町の騎士と対岸の熊毛郡、上野関町岩井島出身の藤本は、共に幼少時は、熊毛の神道王と歌われ交流があったが、長時点2歳年上の騎士に、藤本が異形の念を持つこととなり、この講義が期せずも、騎士の娘婿となった、安倍の将来に関わることとなった。岸、佐藤、安倍はこの功績に報いるため、1968年、 昭和43年の第8回参議院議員通常選挙では、藤本に山口選挙区から自由民主党公認で出馬を要請したが、藤本は辞退した。その後の参議院山口県選挙区は、有退予定であった二期健吾が参議院議員を引き続き務めることとなり、1974年、昭和49年も再出馬。 1980年、昭和55年の第12回参議院議員通常選挙では、安倍が推し藤本万次郎が、後援会長を務める江島敦氏に地盤を全上することとなったが、1987年、昭和62年に期目途中の江島の死去により、7月12日補選で、2期の失足である、二期秀夫に、地盤は戻り、1998年、平成10年の、 第18回参議院議員通常選挙では2期の地盤は後継者講師 A1 へ引き継がれるも落選、無所属の松岡松尾が当選する。2004年、平成16年の第20回参議院議員通常選挙では、安倍の実施で岸県養子へ入った岸忍が当選した。この議席には、岸忍の衆議院倉川による二千十三年、平成十五年の参議院、 山口県選挙区補欠選挙で江島敦氏の子息である元下の関市市長の江島清氏がつくこととなった。自民党では岸派とそれを継承した福田派に所属し、派閥領袖であった福田竹雄を支え、田中派との党内構想、核福戦争を争った。安倍は岸の全面的支援を背景として、福田派における世代交代の岸と位置づけられていった。 行政面では、自民党農林、外交、国防各部会の副部会長、農林政務次官を務めるなど、農政を得意としながら外交などでも研鑽を積む。衆議院大倉委員長を経て1974年、昭和49年、三木武雄内閣において、農林大臣として初入閣。以後、1976年、昭和51年に、自民党国会対策委員長を務め、 1977年、昭和52年、福田改造内閣の内閣官房長官となり、日中平和友好条約締結などに関与。1978年、昭和53年には、福田の自民党総裁再選への流れを作るためには、衆議院解散が有効と考え安倍は、解散風を煽るが、金丸新防衛庁長,長官が、解散反対を公言するなどして、 解散はとんざ。同年暮れの総裁選で、福田は大平正義に敗れ、福田内閣は退陣する。1979年、昭和54年から1981年、昭和56年まで、太平総裁の下で、政調会長を務めるが、福田派が太平と対立する中で、それぞれ席を置く執行部と福田派の板挟みになる。ハプニング解散の際には、 政調会長と党執行部の一員でありながら内閣不信任決議採決直前に福田派議員によって議場から連れ出される一幕もあった。政調会長退任直後に鈴木善光内閣で通称産業大臣に就任。この時期までに内閣党の要職を次々と歴任し総裁候補としての地方を固めたが当時の派閥会長であった福田が 政局の節目で再登板意欲を示したため派閥の継承は遅れる形になった。安倍は派内の若手から支持を得ていたものの、長老たちを掌握しきれていなかったのである。1982年、昭和57年、鈴木善幸の首相退陣表明後、田中派の支援する総裁候補、中曽根康弘に対抗すべく、福田は安倍の総裁選出馬への支持を表明。 総裁予備選開催に必要な4人の立候補者を出した上で、川本敏夫を総理総裁とする単打中派政権を受立する、目論みであったが、安倍への党員の指示が伸び悩み、放末候補と思われていた中川一郎にも脅かされ、再会に転落する、可能性も見えた。騎は最悪の場合、安倍の将来に関わると考え、立候補取りやめを要求したが入れられなかった。 予備選の結果は3位だったが、中曽根が過半数を大きく上回る得票で1位につけたため、川本以下の候補は本選挙を辞退し、ここに福田派の目論みもついえた。中曽根は安倍に閣僚人事の相談をするなど、安倍重視の姿勢を見せる。中曽根康弘内閣では外務大臣として入閣し、連続4期務めた。安倍は、 必ずしも国際派というわけでもないが、義父、岸信介の米国人脈を活かし、韓国など、アジア諸国との外交にも尽力したこともあり、マスメディアなどでは、外交の安倍という評価を受けようになった。一方で、パフォーマンスに長けた、中曽根の影に隠れ、外相としても新規軸を打ち出せずに終わったとも言われ、ポスト中曽根を目指して打ち出した政策である、グローバルニューイールも、 国民世論の理解を得たとは言い難かった。また、長きにわたって激務である外相を任されたことが、寿命を縮めた面も否めない。1986年、昭和61年、衆参同日選挙となった第38回衆議院議員総選挙で、自民党が大勝し、第3次、中曽根内閣で、安倍は、党総務会長に就任。同時に、派閥会長の座も全上された。 中曽根の総裁人気満了により、後継総裁候補として、安倍、竹下、宮沢が出馬するが、中曽根の巧妙な戦略とニューリーダーたちの清朝により、結局は中曽根に指名権が握られ、世論などでは雰囲気として安倍有利とされたが、結局、中曽根は竹下を後継総裁に指名した、中曽根裁定。この際竹下が自分を総裁にするのに協力すれば、 次は安倍に譲ると前情を持ちかけたという説もあるが、当時彼の秘書であった次男の心臓ら関係者は否定している。後継総裁を逃したことで、当時安倍派の中堅議員だった小泉純一郎が激怒し、他の議員たちの前で安倍を叱っしたという。1987年、昭和62年に、竹下内閣が成立し、安倍は自民党幹事長に就任。 消費税導入などで国会対策の先頭に立ち、ポスト、竹下の最有力候補として、自他共に認める存在であった。1988年、昭和63年、自身の秘書が、リクルートコスモス、現、コスモスイニシアの非公開株を譲り受けていたため、リクルート事件に巻き込まれたが、その最中に、水臓がんが判明し、緊急入院を余儀なくされた、当時は、 リクルート事件のほとぼりを覚ますための避難入院と見る政治評論家もいた。1989年平成元年5月表向きには相対間結席治療と称して手術を受けた。1990年平成2年1月にはソビート連邦を訪問。総理、総裁就任に向けて全国各地で安倍派の新人議員を擁立し、 同年2月に行われた第39回衆議院議員総選挙では、自派から若手議員を大量に当選させた。同年6月に訪米するも8月に病状が悪化し、入院。9月に予定されていった放送を断念したが、病心を押して、ソ連邦諸外大統領、ミハイル・ゴルバチョフの来日に尽力、ゴルバチョフとの会談を行ったがこれが安倍にとって、最後の政治活動となった。 1990年、平成2年9月に再入院した。この際に、次男の心臓から、ガンゲスと告げられたとき、ああ、やっぱりそうかと反応しただけだったという。1991年、平成3年5月15日、入院先の東京都文京区の順天堂、大学医学部付属順天堂委員で死去した。地元、山口県萩市の松陰神社境内にある、 吉田松陰記念館には山口県出身の歴代総理大臣の老人形が展示されている。1985年将来の安倍総理誕生を見越して安倍の老人形が作られ展示された。他の歴代総理大臣の近くに並べられた等身大の安倍の老人形は一際背が高く目立っていた。安倍が総理大臣になった暁には一つ前に山口県から選出された。 佐藤栄作の隣に移してはずであったが、総理にならないまま安倍は他界した。記念館では、歴代総理と安倍の老人形を並べて展示する、わけにはいかず、脚部を改造し椅子に座る姿に変えた上で、郷土の政治家として、片隅に展示することになった。なお、同館では、山口県出身の総理大臣である、菅直人の老人形はなぜか展示していない。岐阜、岸信介は、 国際商協連合、統一協会、世界キリスト教統一心霊協会と友好的な協力関係を持っていたが、新太郎も同じく関連が深いとの見方がたびたび取り沙汰されていた。自民党内部の統一協会審判として盛んに議員に統一協会員を秘書として紹介し、セミナーへの勧誘をしていたと言われており、1999年には週刊現代が 統一協会と国会議員のつながりをいた記事で安倍晋太郎氏がセミナー等への勧誘を行っていたと報じた参考スクープ公安の極秘資料入手現職国会議員128人の商協連合統一協会関係度リスト週刊現代99年2月27日号アシュラ掲示板より記事原文画像事実統一協会は慎太郎を 総理大臣にするべく応援してきており、当時、竹下を後継指名した中曽根を強く非難していた。2006年には、息子の晋を、当時は、官房長官が、統一協会の関連団体転中平和連合の、イベントに祝電を寄せたことが報道され、岸信介、安倍晋太郎の代からの深い関係があるのではとみられ、波を呼んだ。この件に関し心臓は、 秘書が行行行っったたた。為為で、でをを招く行為であったという旨のコメントをした新太郎は当時反共独裁体制だった韓国政界と太いパイプを持っていたので新刊派と言われることが多い。新太郎の福岡事務所が入っていたビルはパチンコ事業で成功を収めた在日コリアンの実家の経営する本社のビルであり、1980年代末には その実業家との癒着に疑惑が持たれたこともあった。山口県大津郡日置村、後に、湯屋町に分割、現、長年市の安倍家は、江戸時代には、地元の王将屋を務め、酒や醤油の醸造を営み、やがて、大津郡切手の名家と知られるようになった家柄である。明治時代になると、安倍晋太郎が、地元の名士として、山口県議会議員になった。彼は、 安倍家中高の祖と呼ばれる。慎太郎は地元の名門無垢の危家から無小用紙、兵助を迎え入れ、その子である安倍博士は山口県議会議員を経て、1937年、昭和12年に衆議院議員に当選して、中央政界へ進出、以降安倍家は政治家一家となる。博士は1942年、 昭和17年の翼3選挙で、大政翼3会の推薦なしで当選を果たした、議員の一人として知られる。その息子が、安倍晋太郎であった。安倍家のルーツについては、共同通信社出身のジャーナリスト古沢城によれば、安倍晋太郎自身が、欧州安倍氏であり、安倍宗党の末裔に当たると語っていたという。安倍宗党は1五5 1年の前9年の役にて、 源頼近、か、源義や率いる源氏に敗れ、太宰府に配慮された、道の区国の豪族である。刑罰改定審判216から217ページに、家計図を紐解くと、安倍家は、鎌倉時代以前の欧州刑罰などで、名高い安倍平夫、前九年の役の安倍佐田島にまで繋がる歴史ある、名門であるとある。安倍家の元家政府は、東北地方に飛び、 欧州安倍氏の関係地と言われた岩手県など、地域の市町村役場などを丹念に回りながら、各地に古くから伝わる家系図を調べ歩き、その結果、湯屋町に住み着いた一族が胸党の流れを組む、者たち出ること、青森県五所川原の石堂山荒葉吐き、荒葉木き神社に師匠である胸党が眠っているらしい、ことを調べ上げたという。元家政府からの報告を聞いた慎太郎は、 昭和62年、1987年7月末、出馬表明した、総裁選の全国遊説の折、妻ようと、心臓夫妻を伴い同神社に出向き、参拝した。なお、案内役を兼ねて、新太郎たちに同行したのが、画家の岡本太郎であり、岡本もまた、安倍一族の流れを組む一人として、自らのルーツに関心を持って調べたことがあったという。だが、 この石堂山荒葉八神社は、銀書、東日流外三軍史に基づいて、同書の発見者、和田木八郎が昭和55年1980年に創建した神社であり、同社所蔵の安倍頼時の遺骨と称するものは後に、鑑定の結果、クジラの骨の化石と判明した。平成元年1989年に発刊された安倍一族、 森岡タイムス社編さんという一冊に新太郎は、我が祖は、宗党と題する、次の序文を寄せている。宗党より四十一代末への一人として、自分の志した道を、今一度帰り見ながら花咲かしてゆく精進を、続けられたら、と願うことしきりです。ただし、新太郎にとり宗党は、女系の祖先にあたり、父系は、兵士の平友貞の系譜を引き、平家滅亡により、 原氏による迫害を恐れ女系の安倍政を称したという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。